ノエル・レディングは、イギリスのロックミュージシャン。本来はギタリストであるが、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのベーシストとして、最も有名である。ケント州、フォークストーンで生まれたレディングは、9歳の時に、学校でバイオリンを演奏した。12歳頃にマンドリンを演奏し、14歳で初めてギターを演奏する。彼が初めて聴衆の前で演奏したのは、 ハーベーグラマースクールのハイスユースクラブであった。彼は17歳でプロのプレイヤーとなり、ニールランドザ・バーネッツのメンバーとしてスコットランドとドイツをツアーして回った。ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスへの加入は偶然の産物だった。1966年末にアニマルズのギタリストのオーディションに出かけたが採用されず、チャス・チャンドラーによって、 エクスペリエンスのベーシストとして採用された。レディングはそれまでベースの演奏経験がなかったものの、即興で行った、平常のセッションで、チャンドラーとヘンドリックスに腕を見込まれた。レディングは、オーディションに出かけた初日に生まれて、初めてベースを弾かされ、経費をもらって、次の日にもう一度オーディションに出向いた際、前日に弾いた曲のコード進行を覚えていたので地味に驚かれたと語っている。 ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスは世界的な人気バンドになったが、レデ,ディングはそれと並行してニール・ランドン、ジム・レバートン、エリック・ディルトン等と共にファットマットレスを結成。独自の活動も開始した。ファットマットレスではギターを担当している。1969年にジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを脱退。その後もヘンドリックスとは 友人関係を保ったという論評もあるが、エクスペリエンス在籍時からヘンドリックスと音楽的、人間的に衝突していたという説もある。ファットマットレスはエクスペリエンスほどの商業的成功を収められずに解散。その後のレディングはアイルランドへ拠点を移し、独自の音楽活動を行った。シン・リジーア・トラフィック、フィッシュとも共演した。また、1990年に、 自伝、ジミー・ヘンドリックス、リアル・エクスペリエンスを出版。ヘンドリックスの人間性やバンドの内情、音楽業界への失望なども、赤ララに綴られていた。この本によると、レデ,ディングは1974年に、エクスペリエンス時代のロイヤリティ放棄の契約に、サインするよう迫られ、後には当時使用していたベースも売却せざるを得なく、なった。 エクスペリエンス時代の素材は以降リリースしないと言われ、ロイヤリティ買い切りとして10万ドルを受け取ったが、これは後の CDDVD 時代に行われたようなヘンドリックスの発掘音源等が頻繁に発売される以前のことである。レディングは死の直前までヘンドリックスの遺産管理団体に対し訴訟を準備していた。2003年にアイルランドの自宅で死去した。 ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス・ファット・マットレス・ロード、サッチ・アンド、ヘビ・ーフレンズ・ロード・ランディ・カリフォルニア・ノエル・レディング・バンド、ブリティッシュ・インベージョン・オールスターズ3時5分 AM、アンド、キース・ディオン、ノエル・レディング・アンド・フレンズ・ヤード・バーツ・エクスペリエンス。ありがとうございます。